おねえニュース速報のジョーカー様よ。今日のニュースはクソ中国人留学生らの胸クソ悪い事件よ。自業自得で HIV 陽性になってしまっていた中国人留学生3人が土地狂って日本人もみんな道連れにしてやると計画し、池袋の風俗店にて数ヶ月にわたって人気嬢を中心に指名、結果見事計画通りに数名の女の子たちが HIV 陽性になってしまっていたという恐ろしすぎる狂気なニュース。もし HIV に感染してしまった場合、免疫細胞が破壊され、気づかなかったり薬を飲まないでそのまま放っておくと徐々に体内でウイルスが増殖、平均10年で後天性免疫不全症候群、いわゆるエイズを発症してしまう。そうなった時、今まで何も問題なかったちょっとした病原菌が体に侵入した際も抵抗力を失い、かなりヘビーな肺炎や皮膚病などを引き起こし、体は衰弱してしまう。免疫がなくなるわけだからね。今現在の医療技術では HIV を完全に取り除くことはまだできない。患者の血液や体液が傷口などから血管に侵入した時が最も危険なこの病気。主な感染パターンは生性交渉、特に男性同士での感染が多いという。なぜ男同士が多いのかというと、野郎同士で楽しむ場合、腸の出口を使用する。腸というのは女性の本来のあのデリケートゾーンより皮も薄く傷つきやすい。出血したところに妊娠の恐れもないからとそのままフィニッシュというのが原因の一つ。他の感染パターンは、陽性者が使った注射器の針を使い回した際に菌が血管に侵入しての感染という流れもある。密室で薬を決めちゃってるようなやつらは針の使い回しとかの危険行為を深く考えられないらしいからね。今回のニュースは週刊現代からで、記事によると、このクソ中国人留学生3人は中国人を中心に東南アジアなどから日本に来た留学生らと1ヶ月に1度のペースで結婚パーティーを行っていたという。規模は男女合わせて10人ほど。しかし今年初めにメンバーの一人が中国に帰国した際に受けた検査で HIV に感染していることが判明。他の2名も検査を受けたところ陽性が確認された。そこで絶望もしたけど、性欲にあふれていた彼らは HIV 感染のことは隠したまま、中国人でも使えて本番ができそうな風俗店を探したと言っていたみたい。クソ留学生の一人が、どうせ日本にいるのもあと1年だし、大学院を卒業したら中国に帰らないといけない、故郷に良い風俗はないし、今のうちにとことん遊んでおこう、俺たちが HIV に感染してしまったことはもうどうしようもない、どうせなら風俗でばらまいてたくさんの日本人を道連れにしてやろうぜって発言し、今回のような最悪劇の幕開けに。ちなみに病気を知っていて広めた場合、傷害罪になるみたいだけど、一生治らない病気にさせておいて傷害罪にしかならないところが私は納得できない部分ね。最低しっかりにはしとかないと。おっと過激、おほほ。そして池袋の風俗店に週に1回くらいのペースで人気嬢を中心に指名。お店は JK フリフレというジャンルで、女子高生の格好をして様々なサービスを行う形態。もちろん日本は本番行為は禁止なので、裏オプションというやつで、本番は3万生5万という裏取引があったみたい。その人気嬢の一人は学費を稼ぐためにそのお店で働いていたとのこと。それでそのクソ中国人留学生らが生5万の裏オプも多用、金払いもよくリピートもしてくれ、数ヶ月間はお店に通ってくれていたみたい。ある時お店で集団検査をした時に自身の HIV 感染を知ることに、裏オプで生行為をしていたことを後悔しているみたいね。この HIV という病気、恐ろしいのはすぐに亡くなるような病ではなく、数年潜伏し非常に分かりづらいという部分が世界に蔓延している原因でもある。この数ヶ月の間にその感染させられた人気嬢も何百人と相手にしたことでしょう。他の客と裏オプをしていなかったとしても、この HIV は体液自体が原因となり広がるものだから、客の体のどこかに傷口があったら広まる危険性も十分にある。仮に感染したとした客たちもまた気づかず、さらに多くの人らに広めてしまってるかもしれないし、池袋からじわりじわりと今徐々に HIV が広まり
り出しているのかもしれないという部分がとても恐ろしい現実。昔 AC 課の CM でもあったわよね。彼氏の元彼の元彼の元彼がエイズみたいなトラウマ風な CM が。まあこの人気上の女の子らも裏オプをしたわけだし、自業自得ではあるけども、やはり一番許せないのは己らの身勝手な発想でこの最悪な行為をして実際に広めたクソ中国人留学生らよ。とっとと国に帰れ。日本では政治家が国会で居眠りをし、ベトナム人は桃を盗み、中国人が HIV を広め、ロシア人は残酷な戦争をやめず、地球人全員終わってるな、なんてね。